演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら野上の食パンを買ってきました。これが1斤のハーフサイズですね。ハーフサイズでも結構重量ありますよ。これ野上はそのままで食べても美味しいですね。噂の感じわわ重量あるな。ではまずは割ってみましょう。どんな感じなんだろう。どんな感じなのかな。表面純白ですね。ではまずはこのままいきたいと思います。いただきます。この時点ですでに美味しいです。食パンとは思えないほどしっとりとした食感で、噛めば噛むほど甘みが広がってきますね。なんか日にちが経てば経つほど美味しくなると書かれていますが、そんなに待てないんですよね、私。気がしで、そのまま食べても十分美味しいのですが、ちょっと冒涜かもしれませんけど、こちらのマロンクリーム塗ってみたいと思います。モンブランとはまた違うペーストかって感じですね。これはこれをたっぷりとドーン。栗のいい香りです。では改めて塗っていただきます。おいしいものの掛け算って本当素敵ですね。からえ、最初に紹介するの忘れたんですけど、こちらが野上のこだわりですね。こういう風に紙をやっていってくれてるとはいいですね。で、そのままちぎってお召し上がりくださいって書いてるんですけど、ちぎるところが思いっきりかぶりついてましたよね、自分。事前確認不足、反省点ですね。せっかくお店の普通の食べ方があるのに、それを不意にするんですが、行為を無駄にしてしまい、本当に申し訳ございません。この場を借りて謝罪いたします。で、こちらのパン、本当に美味しかったです。で、こちらのマロンブレッドのクリームを塗ってみたら、ま、モンブランのベーストとはまた違った、美味しい栗の味がしっかりとあって、食べ応えのあるパンを噛むと、それと同時に栗の甘さが広がって、とっても美味しかったです。ノアルのパン、他にもいろいろ合いそうですね。普通のパンに塗るような商品でもこれに塗るとまた違った味わいが楽しめそうです。でもそのまま食べても十二分に本当に美味しかったです。今までの食パンとは全く違いますね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。あ、そして今回このラーメン店頭で買っていたこちらのクルトンも買ってきてみました。余った食パンの不適な部分で作ったのかな。いや、不適な部分でも失礼か。本来はスープとかのようですけど、そういうのはないので、お菓子代わりに、このまま、しちゃいまーす。クルトンもいろんなものに合いそうですね。クルトンなんですけど、噛んだ瞬間にバターの芳香な香りが口の中でじゅわっと広がって、まるでラスクを食べているような印象でしたね。まあ似たようなものですけど、クルトンとしてああいう風にスープに入れるのもいいんですが、ラスクとして一枚一枚薄く切って売りに出してもいいのではないでしょうか。そう思えるぐらい美味しかったです。クルトンに味があるってこと自体そもそも珍しいような気がしますね。本当美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。ラスクじゃなくてクルトンにつきましてはサラダとかに入れても美味しそうですね。それハルになり、ひな人形と並ぶかな。ひな祭りの微笑ましい光景が浮かんできますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。